月曜はゲストのプロフィールから吸い上げた渾身の〇〇ギャグで登場が定番となって、定番じゃねえ、2回だけで今回もその予定だったんですが、スタッフはご本人のプロフィールだけを見て安易に考えているとお二人にご指摘を受けましたので、ウィキペディアと事務所の公式のプロフィールのもうほぼコピペですよね。ちゃんと休ませがおやろうって言ってましたからね。お二人にご指摘を受けましたのでスタッフ一度反省いたしました。反省して本当よって、今回はその反省を踏まえ登場の仕方は全てゲストの方にお任せしようと思っております。何が起きても絶対文句言うなよ絶対文句言うなよ。なるほど、スタッフ、あのゲスト何も悪くねえから、たとえ無言だとしてもそうだからな。そうだよ、しれっと入ってきたっていいんだよ。おう、何だっていいんだから、じゃあ早速お呼びします。今夜のゲスト、この方です。Yes, 君のシルエット。どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの。ないんだよ、びっくりしちゃった。フルスロットル、マジか、嘘で、あ、乾杯。早い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 、乾杯。自由な子だよ、自由な子だよ。行きましょう、はい、早速コーナーです。今夜何して遊ぶ。はい、こちら、いろいろありますね。いろいろありますけど、まあ、真ん中行きましょうか、はい、う、声優古川誠の告白力が見たい。どういうことですか、はい、こちらですね、アニメの中では告白するか告白されるかの恋愛頭脳戦を繰り広げております、はい、まあ今回ですね、大いに、そんな古川くんに告白していただく遊びと。いや、告白しないの、そう、サンクール熟成させてるっつってんでしょ。めっちゃします、ここのコーナーで。なんでね、中の人しちゃうんだ、中の人しちゃう、なんかいろいろしちゃうんだ、ね、そうなんだ。入気はしないけど、あー、なるほどなるほど、入気はしないけど誠はしちゃうみたいな、誠はしちゃうみたいな。まあしょうがねえか、そうか、いやなんだこのシワ寄せ。いいですか、その分いいですか。もう、あー、頑張る頑張る、はい、いや頑張る、さい。ただですね、ただ告白していただくだけではありません、はい、あらゆるシチュエーションをご用意しました、はい、そのシチュエーションに合ったいろいろな告白を古川くんにしていただくなるほどなるほど、制限時間は1分間、はい、なんで1分間なの、1分間、その間にどんどんシチュエーションが変わっていくと。なるほど、どんな告白をするかは古川くんの告白力にかかっております。そんなもんねえよ告白力って言葉を聞いたことがない、聞いたことがない、オーラ力並みに言わないやつですよハイパー告白切りをするしかない、ハイパー告白Gガンみたいになっちゃったどうなんでしょう、でもね、きっとね、コメント欄は見たい、聞きたい、まあそれはそうです、ああそうですか、なるほどね、まあ、まあ熟成させちゃってもここではやりませんかねそうですね、まあ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 空っぽみたいなもんですからいや、そんなことないよ、そんなことないよ。じゃあ行きましょうかね、早速、はい、声優古川誠の告白力が見てみたい、よーい、スタート。3、2、1、どうやる、お題は、お題は、解散中、カット中に、いいですね、好きです、おこの音楽知ってるわ、寿司職人が握った寿司、好きですやだ寿司屋、占い師が、あー見えました見えました、好きですやだ占い師だなあ、どうもありがとうございます、好きですあー好きですシーツ乗り回ってる、あー好きですもう何だろう、あー好きです、おだしちゃうねんか、じゃあ早速行きましょうか、第一レースこちらです、馬刺し、馬刺し、はあはあ、まあ熊本の定番料理ね、なるほど、地元が熊本で、そうなんです、熊本の子ですから、はい、馬刺しでございます、今から馬刺しが3種類出てくる、わかんな、値段が高い順に並び替えましょう、うん、ということでスタッフカモーン、いやむずっ、じゃあ食べていいってこと、これ食べていいのこれ、まあ、合法的に食べられるんでしょうけど、優しい、ちゃんとしてない、ええおい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 、これ多分高いやつです雰囲気そうだよね待って待って、あ、そうか、安い中での3択じゃなくて高い中での3択の可能性もあるのか、そういうやつですか、え、こんな種目売ってる馬刺しってあるんですか、まあ、ありますね、僕も部位によるのかな、出身ではあるんですけど、そんな詳しくないんであれなんですけど、絶対高そう、高そう、そんなイメージあるよね、どれからみんなでちょっといきますか、まあ、A から食ってみよう、 A からいきますか、じゃあこのユッケ一番、あ、違う、これ平たい方ね、はい、じゃあこれいただきます、いただきます、あ、取れねえ、あれ、うまっ、あ、さっぱりしてる、美味しい、 あれ、ちゃんとうまいぞ、うまを感じる、
これ馬刺し食った時に絶対うまいっていうのがいつも悔しいんですよね。でも言っちゃうんだよね。言っちゃうんですよ。これしょうがない。熊本の方々もみんな言うでしょ。これ言いますね。そうだよね、うん、大体言います、言います。あ、まあ、えこれちゃんとうまいな。うまいっす。ちょっと俺じわってくるんですよ。うまいなって言われると。うまくてうまいな。でも他の表現が見つかるから。おいしい、おいしい、おいしいって言われる。1個入ってる。でもなぜかうまいなんですよ。なぜか。本当にユッケも食ってみようかな。食ってみましょう。ユッケ食ってみます。いただきます。いただきます。あー、めっちゃうまいやんけ。味してるな。んあれうまいな。うん、じわるんですね。じわってくんですね。狙ってねえんだよな。このうまい、うまいとか言ってるわけじゃないんだよ。そうですよね。あ、うまいなっちゃう。しれっとうまいって出ちゃうんだよ。出ちゃうんです。まあ、確かにうまいんですけど。あ、でもちょっとお味が、タレのお味強い。そうですね、リュッケ感が非常に。ニンニク感もあるんですかね、うんうん、なんかあとシャクシャクとした歯触り。こっちはどっちのいいのかな。でもやっぱ美味しい、うん、でもこれはこれで好きだけど。ユッケに使われるお肉って基本的にちょっとあの果肉というかね、端っこの部分とかだよね。なんでいやー分からん、うん、イカ割りちょっとハイボール挟むね。合いそうですね。絶対合うじゃないですか。それは合いそうですね。また頼んでください安本さん。うまい、またうまいって言ってた。今もうやだよ。そう、これ呪縛が言っちゃうんだよ。あー、なんか楽しい話しよう。やべ、メンタルがガチャガチャになっちゃった。今からだってケツにビリってなるんだったらね、なんかこういい思い出を最後に。牛丼屋。じゃあ俺一人ずつ見せようか。書きました？書きました。私書きました。じゃあ私からいきますね、はいはい。私あの世の中がちょっとなんかネットミーム的にいじり始めてるんですけど、僕そんなことねえんですよ。俺チー牛好きなんですよ。ああ、うまいですよね。俺はチー牛めっちゃ好きなんですよ。超好き。チー牛にはちゃめちゃ七味かけて食うの好きなんです。ああ、美味しいっすよね。確かに美味しい。牛丼屋の七味ってなんだうまいんですかね。確かに全部うまいと思う。なぜすき家を出したかって言ったら、おそらく二人はすき家じゃないという予想のもと私はまず最初に出したんで、あとはここで一騎打ちしてください。なるほど。じゃあ古川くん、はい、言っていただいていいですか。一斉にやります。一斉でいいですか。一斉でいいですか。わかりました。いきますよ。せーの。スキヤ。あ、おーおーおーいった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 いおいおいおい、待て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 。ごめん、俺当たらない設定だった。待って待って待って。いってんな、これ。やってみな。でも俺好きやって書かなかったら松屋って書いてた。あ、じゃあ、じゃあどっちにしても両親の親のことをたまに思い出してあげて。両面待ちしてた。じゃあもう一個いきますか。じゃあ早速次のお題いってみましょう、はい、こちら当たりて。赤い野菜といえば、これこれど、な何文字か言ってほしいな。ちょっと待って。お兄さん、はい、お兄さん、ちょっとガチで電流通そうとしてる。だって種類もう玉数がそんなにないよ。でもパプリカなのか。ああ、まあ言っちゃダメよ、言っちゃダメ。そうですよね。言ったら書けなくなってきますよね。なんかパプリカは消して、あとなんだろう。まあでもあの3文字は置いといて。ノブさん、私3文字ですよ。え、トマト。わかんないですよ。トマトかな。なるほど。サイコパス岡本になっちゃった。考えろ、考えるな。頼むぞ。おやべ、犯罪者の顔になった。ちなみに3文字じゃ、あのドラマに出てくる警察の捜査に協力する犯人の顔だ。え、最後裏切りやつじゃないですか。絶対トマトじゃない。これ脱獄したやつだ最後。YouTube で見られるのはここまで。本編を全部見たい方はこのボタンをタップ。お願いします。アベマプレミアムなら僕たちの限定トークも声優という遊び全シリーズも全部見ることができます。みんなも一緒に夜遊びしようぜ。